様こんばんは、レイナです。あのね、ビューアーさんの方から、あの何人かから、今までレイナさんは英語を勉強している時にモチベーションをなくしたりとかしたことはありますか、そしてそういう時にはどうしてましたっていう質問とか、あと、あの英語勉強してるんだけどモチベーションが上がらないんだけどどうすればいいんですかとか、そういうなんていうの、モチベーションやる気っつうの あのことについてお質問を受けることがあるので、そのことについて今日お話ししてみたいと思います。私今までね、英語に関してそういうことを感じたことがないんだわっていうのが、あの多分ね、バカだからいろいろ考えないんだと思うの。やりたくない時はしないし、気分が乗らなかったらやらないし、気分が乗ったらやるしっていう、あの気ままな感じで英語をやってきてるから、多分そういう、そこまで多分プレッシャーになってなかったんだと思うの、みんなほど。だからいきなり結論なんだけど、なんて言うんだろう、やらなければいけないとか、うわ、やってない、やばいとかっていう形の取り組み方も、それはたまには必要かもしれないけど、そういう勉強方法で英語に取り組んでいるからそういう状態になるんじゃないのかなって思うのは私だけかな。もちろんね、個々によってどういう勉強の仕方をしてきてて、何、どういう状況でそのモチベーションが失われてしまうのかにもよるんだけれどもっていうのが、あの個々で本当カウンセリングとかできないから、あのメールとかをもらってもこうご相談に乗れないので、今回ちょっとね、一般的な感じで動画を作らせていただいてます。ご了承くださいませ。あのまず一に思うのが、やる気がないっていうのはわかるんだ。そういうのは私自分でも基本的に、なんか自分がウェブサイト作んなきゃいけない時とかに、あ、やらなきゃいけないのにな、やりたくないなとかっていう多分気持ちのことをもし言ってるんだとしたら、それはそこまで考え込むことはないと思うんだ。っていうのはやっぱりさ、人間乗ってる時と乗ってない時ってあるわけじゃない。で、乗ってない時に一生懸命時間費やしてやらなきゃっていうことでやっても、多分いつもよりも倍時間かかったりとかストレスになっちゃったりとかするんだったら、そういう時にはちょっと一回引いて忘れちゃってもいいと思うの。それでまたやりたいなって思った時にまた取り組むとかね。で、その時に多分思うのが、でもそんなことやってたらまた忘れちゃうもんとかって思う人もたくさんいると思うの。だけど一個あるのが、ある意味で私ね、思うのがね、私にとってはスノボーとかと一緒なんだけど、初めて本当に1回目の状態には絶対戻らないと思うの。なんとなく感覚は覚えてるの。なんとなくあそこでやったよなとかっていう意識はあるんだよね。その英単語にしても何にしても。見たことあるよなとかさ。ゼロではないの。だから、取り返すのは早いから、その初めてやった時よりも。だからそこまでこう、うわーってなることはないと思う。で、それでまたうわーってなることで、またほらプレッシャーになったりとかっていう悪循環になるじゃない。いろんな意味で。余計頭痛くなっちゃうから、考え込まないのがいいと思うの、私は。で、あの、そうならないためには、じゃあどうすりゃいいんだって話じゃんね。でもさっきも言ったんだけれども、楽しいと思えるもので、やっぱり取り組むといいと思うの。私これ、いつも私の動画では、楽しめって言うんだけど、どうやって楽しめばいいんだとかって思う人もいるかもしれないんだけど、これは自分しか知らないんだよね。っていうのは、私は基本的にカリカリ勉強は嫌いです。はい。で、あと教科書も嫌いです。なんでかって言ったら、教科書とか読んでても、結局さ、知識を与えてくれるのはいいんだけど、あの、あまりにも説明が堅苦しくって、そしてその日本語がまたわからなくって、とか、あと中途半端で説明しても、わかった、じゃあそういうことなの、だから何なのって聞きたくなっちゃうような部分が残ってたりとかっていうことで、私の中ではすごく納得がいかないことが多いから、私は嫌いです。だから使いませんでした。はい。中にはね、私の友達、そういうのが案外きちんと学びたいタイプだから、それをやってたみたいだよ。だから、それもやっぱ人それぞれだと思うの。そういう、なんて、参考書みたいな取り組み方が好きな人は、どんどん取り組んで。だけど、私はこの動画で私の経験なんだからね。私嫌い。そして、あと、あの、いろんなニュースを読めとかなんだかんだ言う人もいた。学校行ってる時も読めって言われた。でもね、これもまたさ、自分が興味のあるものはもちろん好きだよ。だけど、ほら、興味のないものまで読まされる時ってあるじゃない、学校で。で、そういうのまた嫌いだから、やらない。ごめんね、ほんと。好きなことしかやらないんだわ。英語で一番自分が、こう、不快じゃない状態で、自然にできるようになったもので、最後のものは、リーディングだった。やっぱね、あの、本読まないから、単語の量が少なくってね、昔から。
日本語でもそうなんだけれども、だから悪戦苦闘するんだよね。だけれどやっぱね、いつかそういうのをね乗り越えたいと思う時が来るので、そういう時に頑張ってやろうとかっていうある意味でモチベーションっていうのが来るから、それが来てない状態で強引にモチベーションを起こそうと思っても人間そうそううまくいかないからね。ロボットじゃないからね、電池入れました、充電しました、イエーイとかっていうもんじゃないから、自分がモチベーションをがこう来るぞ、なんか来るぞ、波が来るぞっていう時にヒュッて気づいてそれに乗れるような状態にしておくといいと思う。で、うまく今できた、私説明できた、できた、今すごくいい、あの私の中でポイントだったんだけど、たまにねそうじゃない時もあるんだけど、だから強引に何回も言うけどモチベーションさせようと思っても無理だよ。自分でやっぱり楽しめるようにならないと。で、そんでね、そんでね、そんでね、中にやっぱあるんだわ、こういうことをしなきゃいけないよ、単語強化するんだったらとか、こうね、ある一定のレベルからそれを乗り越えるためにやっぱやらなきゃいけないことってあるわけじゃない。でもそれもやっぱり自分がそこで必要性を感じなければやりたいとは思わないの、わかる？自分が人に言われてやらなきゃいけないとか、人がやってるのを見て自分やんなきゃいけないなみたいなのはダメなのよ。だけど自分で自分自身に、あ、これ私今必要、これやっといたらいいかもしれない、やりたいって思ってこそ、あの持続できるものだから、そのなんて言うんだろう、そういうものを自分が見つけられるようになる、そういうことを敏感にこうピックアップできるようになる、そのシグナルをね、そういうのもやっぱりこう気をつけていかなきゃいけないと思うので、私は映画が好きだったからっていうのが、あの私あの人間から英語を学ぶのが好きなのね。だから辞書もあんま使わなかったの。だからたまに辞書引けよお前とか言われるんだけど、辞書引いても忘れちゃうから嫌だからあんた教えてよっつって、でその単語の意味いらないからちょっと例題作って教えてくんないとかっていうことで、私はいろいろ英語を友達から教えてもらってきてる。で何度も Pardon me? What'd you say? Is this how it works? とかって何度も繰り返してやって、いらな顔もされたけど、もう友達に You gotta help me って言って、もうどんどんとりあえずイライラさせながらも教えてもらって、私多分すごくラッキーだと思うの。その前の時に私に教えてくれたものを覚えててくれて、そういうのを次回次の時になった時に Hey Raina, do you remember? とかして使ってくれたりとか、突然バンって使ってきて私をテストしてくれたりとかしたんだけど、そういうなんて言うんだろう、親身っていうのかな、面白がってそういうプロセスを教えるプロセスを面白がってくれる友達っていうのを持っても私はとてもいいと思うの。そう。で、そんで忘れてても、なんでお前何やってんだよとかっていじめられたりとか、だからして別にね、ケチョンで倒れるわけじゃなくて、ははは、もう忘れちゃったみたいな感じでもいいわけじゃない。一回教えてもらったからって、一回で身につけられるわけではないんだから、もしも、あ、前回やったのにまた忘れちゃったとかっていうことで、モチベーションが下がってる人がいる場合、忘れちゃいな、そんなのね、当たり前。何度も何度もやって身につくものもあれば、一回でヒュッて入ってくるものもあるわけじゃない。で、その一回で案外ヒュッて入ってくるものっていうのが自分の好きなものだったりとか、自分の趣味のものであったりとか、自分がやりたいと思ってるもの。で、自分がやりたくないな、やらされてるなと思ってるものをやっぱり何十回やっても入ってこなかったりとかするから、そういうのもやっぱり理解した上で英語に取り組まないと時間の無駄だったりとか、そのなんていうの？感情の無駄？だからその、いつも楽しいはずなのに英語がたまに私を悲しくさせるとかっていうね、そういうなんで無駄な浮き沈みも解決ができるから、ちょっとね英語の勉強を一回やめて考えてみるといいと思います。はい、私のまたあれ戻りますけれども、私はあんまりそういうモチベーションがどんのこうのっていうのは考えたことがありません。なぜかと言ったら好きなことしかしたくないのです。でもやっぱり何回も言うけれども、好きなことしかやってきてない私でも、ああこれやんなきゃいけねえなって自分が思った時にはやってきてます。でそういう時にやればいいと思います。はい、どうでしょうか。でもちろんね、会社でね、中にはね英語やらされてる人もいると思うんだ。でも結局やらされてたとしても、やるって決めたのは自分だから、そこもやっぱなんで、いつまで経ってもやらされてるやらされてると思ったらいつまで経ってもうまくいかないから、やらされてたとしてもそれは見方を変えて、やらされてるけどこの仕事はキープしたいから自分やりたいんだっていう風な感じで考えると、ちょっとね気も楽になると思うので、見方いろいろ変えてみたらいいと思うよ。どうでしょうか。楽しくて好きこそものの上手なるです。そして英語は持続です。いつまで経っても勉強、もうねずっと勉強よ。
あのね、みんなね、やっぱね、そういう壁には少なからずぶつかってきてるから、絶対ね突破できるものだから、でそれをどのように突破するかっていうのは、どんだけ私からしてみたら気楽に物事を捉えるかっていうのが一つあるんです。そう、深く考えてもね、あの答えが見えるものではないから、やっぱ気分もあるじゃない。昨日は楽しかったけど今日楽しくないかもしれないしさ。だからね、ちょっと長くなっちゃったんだけれども、うだうだと楽しもう。とりあえず楽しめなかったらやる気につながらないと思ったらいいと思う。それで必要が来たら必要に応じて必要なことをやっていこう。だから目の前にあるものを一歩一歩コツコツと楽しみながらやっていきましょう。ということで今回は、ビューアーさんからいただいた、レナモチベーションが下がった時とかある？そういう時どうしてた？とか、モチベーション下がっちゃったんだけどどうすればいい？とかっていう形の質問の返答動画を作ってみました。ということで、もしまた何かあれば下にどうぞ。ではまた後ほど。ということで、レイナでした。バイバイ。